語感触2号です。ですね、それでは開業したドライブインのあたりまでちょっと行ってきましょうかね。暑いですね。この間はこれ上りで来たんですけどね。以前ですね、ここサクシードにかなり煽られたんですよね。なんかめちゃくちゃ速かったんですよね。サクシードとやっぱりプロボックスはちょっとですね、仕事中であれば譲った方がいいですね。峠でもちょっと速かったですからね。
はちょっとダメですね。カーブきつすぎてスピードが出せないですね。下りの時なんか2速まで落とさないとですね、上がれないんですよね。あ、ドライブインはちょっとすっ飛ばし、すっ飛ばしますね。帰りにちょっとフラット行きたいところですけどね。とこちらからちょっと高速セクションになりますね。この区間が一番好きなんですけどね。跡地のところですね。
鳥まで13キロですね。結構ありますね。今リスですかね。来ましたね。通過しますね。またここからちょっと上りになっちゃうんですよね。この間来た時雨上がりでものすごく砂利があったんですけど、松ぼっくりみたいなのが落ちてますね。
が一番長い直線だったはずですね。まあ最高速ここで場合によっては出るんですけども、今日はちょっと控えめで走ってるので、景色いいんですけどね。きつすぎますね。でも新潟行ったで今日は降りますね。